出しどころを探しているが、寺島が受けた。スピードがあるぞ。エヴァンステークで中入った。キックアウトから寺島のスリー来ました。両チーム通じてミスマッチになっているが、スピードがある寺島。佐野原強い。佐野原決め切る。最後、佐渡原選手のこれもフィジカル使った、一番確率の高いプレーを選択しましたね、高橋選手は今。寺島、中入っていって、ニック・メイヨのスリーです、来ました、ただ、これでもうスリーポイント1本にアシスト1本ですね、そうですね、なので、いつも通りというか、ですねその時のオフェンスで一番こう得点取れるだろうっていうのを選択しているかなっていう印象が強いですね。一方で昨シーズン得点をロングが行く、ここが強いですよね。いや強いですね。今あの位置からのスリーだと、もし仮に入ってもしょうがないという感じでしょうかね。今はですね、そのスリーの前段階で片方にディフェンスに寄せることができたんですよね、なので広島がスペース使わなくて使えない状態だったということですね。この辺はかなりこう精神的には違いが出るかなと思いますね。寺島ここ経由してメイヨ、見事な連携、人を動かしていきたい北海道。そしてボール、モータムが行った。ロータースピードもある寺島から辻が受ける。辻に橋本、辻からメイヨです。ここまで得点伸ばしているメイヨにはマーフィーですが、フェイダウェイのショット自ら突っ込んでアシスト、この流れを作っているのは桜井選手ですね。前走っているマーフィー、ダンショット、タイムアウトになります。良さを見せました。もですね、やはり櫻井選手が前半から、櫻井選手、松下選手がお膳立てしてもらってフリーになってっていうところが多いかなと思います。さあオフェンスリバウンド拾って、ハードのバスケットバウンド超えた。ボータムロングから高橋光陽中いった。そしてロングに合わせるダンクだ。そうですね、名誉選手ね、やっぱりあそこでこうある程度マーク外れると、今日はもう確実に決めてきますね。そして前に走るミスからのファストブレイクで連続得点、たまらずタイムアウトです。こういった時に佐古ヘッドコーチが話していたエナジーあふれるプレーをここで見せられるか。マーフィー、いい感じで得点を決めました。これを佐古ヘッドコーチが話してたんですけれども、両コーナーから飛び込んでくるこのマーフィーと佐渡原という2人なんですが、ここは短くなりました。さあエヴァンス、ここまで行って自ら行きます。ファールもらいました。長いブザーが鳴りました。ゲーム終了ということになりました。北海道広島のゲーム1、広島これで4連勝。